こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの大変ポピュラーで、定番中の定番標準レンズですね、ズミクロン 50mm の、はい、振動タイプ M マウントになってますね。ご覧の通り、いわゆるチンズミと言われて、親しまれているモデルですね。ズミクロンの 50mm F 値が2ですね。シリアルが1302989ですので、こちらは1955年ですね、のドイツ製ズミクロン 50mm ということになっております。はい。では、外観から見ていきますね。外観は、こういう金属部分はですね、目につく、すれ、当たり、凹みとかですね、は見当たらずに、綺麗な状態だと思いますね。ローレットの摩耗とか、こういうメッキの摩耗、どっかにぶつけたり、擦ったりしたような跡は見受けられない、綺麗な状態ですね。マウント部分も綺麗です。はい。バレルもピカピカで、経年感、使用感は、ほぼほぼ見られない、瓶といって差し支えない状態だと思いますね。はい。でもってレンズですけれども、レンズの方はですね、若干経年感、使用感が見られますね。コーティングがですね、ややちょっと薄くなっておりまして、でもって、ちょっとビデオだと見にくいと思うんですけれども、前玉のですね、この部分にですね、はい、この部分にちょっと傷がありますね。はい。画質に影響はありませんけれども、こちらの傷はですね、どうしても残ってしまいますので、一応ご留意ください。でもってですね、他にガリ傷とかはないんですけれども、スレとかもないんですけれども、中玉にですね、ややちょっと曇りが薄くありますね。これも一応ご留意ください。どれもですね、画質に影響のあるものではありませんけれども、一応こういう気にする方はですね、ご留意いただけましたらと思いますね。はい。あとは、ゴミちりとか、バルサム切れはありませんね。はい。こちらの曇りはですね、まあ、オプションで清掃をご依頼いただけましたら、綺麗に取れますね。はい。でもって、絞りの動きも軽快で滑らかですね。羽の痛みとか、膜の汚れとか、油の乗りはありませんね。で、この振動もスムーズにしてますね。こうロックもしっかりと閉まってますので、こう絞りと一緒にですね、ぐらぐら動いちゃったりしませんね。はい。あとはピントのヘリコイドも、軽快で滑らかですね。はい。一定のトルクでいっぱいまで動いております。無限ロックもしっかり効いてますね。はい。あとは、付属品が、リアキャップと、こちらのフロントキャップになっております。はい。このままでもですね、撮影にご使用いただいて、問題ない状態のズミクロンですけれども、念のためですね、こういう中のチリとか、曇り、このグリスアップなどを、一通りにおいて、分解整備、清掃調整をご依頼いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、非常にですね、人気の高い M マウントの、はい、ズミクロン、ズミクロンの 50mm ですね。いわゆるチンズミと呼ばれております。非常に人気の高いモデルのレンズとなっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。